トゥデイも曇りですか。エブリデイこれでは心までウェットになりそう。地球の裏側までやってきたのに、大気大気大気。早くパーッと活躍したいわ。焦らないでパトリシア、命令あるまでここで待機ってマリーさんに言われたのです。もうパーティーでいいって言ってるでしょ、イーブちゃん。ソーリーパティ、ほらイライラしてるとお顔にサビが。嘘です。落ち着いてティーでも飲むのです。ひどい、お茶ばっかり飲んで体の中から錆びても知らないんだから。チーズティーも悪くないで。こんなところでお茶飲んでていいのかな。日に日に日本軍の攻勢は増してるのに。そうですね、もう紅茶のストックもなくなったのです。正規軍扱いじゃないのは分かってるけど、もうちょっと待遇を考えてほしいわ。それです、どうしてミーたちが日本軍と戦うのです。だから義勇軍ってことにしてるらしいけど、偉い人の考えすぎると頭にサビが浮くですよ。とりあえずティーでも飲む。お砂糖入れすぎだよイブちゃん。そういえば少しノー、ミーはスリムです。シュガーは一杯につき5個しか入れてないで。そうかしら。その体じゃ出撃命令が出ても飛ぶ。パーティーだって最近なんだかギシギシ音がしてるのです。せうわ、そんなはずないよ。毎晩寝る前に油を刺してるし。ぜぜどう。ティーがとってもテイスティ。無視？ねえ、無視なの？あ、ソーリーソーリー。まあ、ティーでもなんで。わかったよ、もう。私、シュガーも残り少ないでーす。おい、あの噂聞いたか？敵さんの鋼の乙女のことか？何でも新型が投入されたとか。随分と足が速いらしいぜ。うちの鋼の乙女とは性能が。あ、
鋼の乙女の能力は開発年次や技術だけに左右されるものではないさ。そう信じたいけどな。でもうちのはこんな世界の果てに回されるくらいだし、正直不安だぜ。信じるしかあるまい。我が国の判断と我が軍の鋼の乙女の能力を。それはそれとして、楽しくはなったけどな。兵器とはいえ女の子。お前もそう思うか？やっぱり華やかなのはいいことだぜ。格納庫の前を通るたびにいいオイルの匂いがするんだよな。俺イギリスの鉱石缶を隠し持ってるんだけどさ、これあげたら。ああ、いいかもな。イブちゃん、もう一人は紅茶飲むんだっけ？ああ、影の薄い子な。パトリシア、パトリシアです。まあいいや、イブちゃんともう一人に。パトリシ、さ、ケトルは俺が持つからお茶飲みに行こう。余計なお世話です。マリーシアさん。ん？ああ、これ？はははの歯じゃあります。ごめんごめん。よし、これでいいかな。ゼロ日くじ。暇を持て余してるみたい。はあ。しかし、な、何が？北ゼロ日区はここから随分だ。なーに？あたし、いえ、決してそのようなことは。敵の新型。そうです、それです。いかにマリーシアスさん。安心して。こう見えて。